先ほど閣議で元号を改める政令および元号の呼び方に及び関する内閣国事が決定する衆議院及び参議院及び国民に今日受け入れられ、日本人の生活の中にか根ざしていくよう新元熱を新元号に込められた菅官房長官からメッセージ、この後この時期この後前提この時期この後ハイバーセック若年層から高齢者層から幅広い世代がハイバーセック、この後この時期この後この後この時期ハイバー取り組むから目の鼻の次の時代へと引き継いでいく。 Hello, Prime Minister of Japan.